今日はイーグルタック MX30L4、 これは XC、 はい、これは見えますでしょうか。ちょっと電気をちょっとこちらに当ててくれませんか。はい、これは、はい、クリーの XP-G2 がこうなんと12頭も搭載されています。はい、ではちょっと照らしてみましょう。はい、このように、はい、12頭点灯しています。この最大光量は4800ルーメン、ANSI 値で4030ルーメンという、 こうとんでもない明るさを出すフラッシュライトです。では40メートルの距離の橋桁を照らしてみましょう。ではよろしくお願いします。はい、これはまだローモードです。では上げていきます。はい、はい、こちらがマックスモードです。照射パターンはこう広く照らすというものです。このでは足元をちょっと照らしてください。はい、私は橋桁を照らしていますけれども、ではずっと足元を照らしてください。はい、このように前方を照らしているんですけれども、自分の足元、もちろん2、3メートル先、はい、2、3メートル先からさらに5メートル、はい、10メートル、20メートル、はい、で先の40メートルまでこのようにこう広範囲を照らすことができます。光量が4000ルーメン以上ありますので、とても明るいです。では右にずれていきます。このようにとても広い範囲を照らすことができます。では今度は70メートルの鉄塔を照らしてみます。では行きます。はい、こちらが70メートルの鉄塔です。はい、ではもっと遠い150メートルの水門を照らしてみます。はい、スポット光ではないので、もう水門全体がぼんやりと浮かび上がるといった感じです。はい、では水門から右に辺りを照らしていきます。このように広範囲を照らすことができます。では近距離を照らしてみましょう。ムラのない光で明るく照らせます。はい、では今度はですね、イーグルタックのこう新商品なんですけれども、このフリップトップ、はい、ではちょっとこう、はい、このようなワンタッチで開閉できる、はい、フィルターディフューザーですね、が出ました。このように光を、はい、ですか、このようなフィルターです。このディフューザーをつけることでさらに光が優しくなります。では近距離を照らしてみましょう。これが今ディフューザーをかぶせた状態です。はい、こう蛍光灯のような柔らかい光です。それをではディフューザーを外してみましょう。はい、はい、このようにこのライトはあまり差がないかもしれませんが、こう光を優しくします。はい、ではイーグルタック
MX30L4XC の照射テストを終わります。